ていただけるということで。え、激レアです。どうもこんにちは、みほとけです。ナム神社ソムリエの佐々木優太です。よろしくお願いしま す。お願いします。私たちは鎌倉市にある臨済宗建長寺派の大本山建長寺に来ています。これまでの動画では建長寺の歴史や境内の中をぐるっとご紹介しました。この動画では仏殿というご本尊の地蔵菩薩様がいらっしゃるお堂を特別にご紹介させていただきます。途中音声が乱れてしまうところがあります。お聞き苦しくて申し訳ございません。ぜひ最後までご覧ください。仏殿という建物に入ってきました。ここは仏殿ですか？はい、仏殿です。建長寺の仏殿は重要文化財に指定されています。江戸時代に徳川家の菩提寺増上寺から移されました。ここにいらっしゃいますのが、はい、地蔵菩薩様です。はい、今日は特別にですね、中入れさせていただけるということで。え、一歩入って拝ませていただきたいと思います。入っていいんですか？今日許可いただきました。さすが、これ御仏さんやからですね。そうですね、すごいわ。特別にいただきまして、ナム普通は入れないと入れさせていただくわけですから。ここは本当に緊張します。私も初めて入らせていただくので、こちらの方が地蔵菩薩という菩薩様ですね。地蔵菩薩？はい、菩薩も聞いたことありますけど、地蔵もなんとなく聞いたことありますけど、地蔵っていうとあの道にいらっしゃるお地蔵さんのイメージありますけど、あの地蔵で合ってます？あれで合ってます。あのお地蔵さん、あれお地蔵さんっていう愛称で呼んでるだけで、あの方々もみんな地蔵菩薩なんです。あ、そうなんですか？はい、全部地蔵菩薩で、地蔵、お地蔵様、まあ、見るようにお坊さんの格好されてるじゃないですか。確かに。なので、まあ、いろいろ仏様いらっしゃる中でもちょっと身近に感じるということで、そして地蔵菩薩様の六毒ご利益というのが、はい、六道輪廻、まあ、人間というのは輪廻転生を繰り返しますけども、はいはいはい、どんな人でも、たとえ地獄に落ちた人でも助けてくださるということで、ものすごく我々に歩み寄ってくださる存在なんですね。なるほど。限りなく僕らに近寄ってきてくれて、優しい優しい存在だから、こう我々のより身近なところ、道端にいらっしゃったりとか、はい、墓地の前にいらっしゃったりとかしますよね。はい、で、臨済宗、普通ご本尊って、うん、まあ、お釈迦様がほとんどなんですね、うん、ただここ臨済宗ですけども、ご本尊が地蔵菩薩。なぜかというと、ここが昔処刑場だったっていう歴史が関係してるんですよ。それのサブイバやったんじゃん。そうかもしれない。この場所ですね、この土地が丸々と地獄だね、地獄がやつと言われていて、処刑場だったっていう歴史があるんですよ。えらいとこ連れてきて、えらいとこすいません。今日は今言ったように、地獄に落ちる人でも、ガキ道に落ちる人でも、どんな人でも救ってくださるのが地蔵菩薩様なので、地獄がやった処刑場にも、まあ、そういった全ての魂を救うということで、お地蔵様が祀られている神平寺というお寺があったんですね。もともともとあったんです、はい、で処刑された人々の魂を弔うためのお地蔵様っていう存在を受け継いで、建長寺は禅の道場でありながら、ご本尊が地蔵菩薩。お寺って結構あって、まあ、独自の宗派のものっていうのありますけど、はい、その土地にもともとあるものっていうのを大事にするんですね。そうか、はい、お像だけで2メートル40センチ。2メートル40センチ。お像だけが全部加えると3メーター70か4メートル以上、5メートル近く。あれ、なぜ時代に指1本だけ突き指下がるんですか？曲がんない状態じゃないんですか？あれなんかほら、3日前になんかあの撮ろうとしてここだけってなって、包帯ぐるぐるにしちゃって、で撮影やけど、もうしょうがないわこれ持ってみたいな感じのじゃなくて。違います、怪我してないです。あれ意味あるんですか？今これは優しく持っているということですね。あ、それを表現するために、はい、指はもう全然自由にね、まあ、あのガチッともう掴んで生きてるんじゃないですよ。余裕、シャクシャク、もう指も分かる、分かる。カラオケ初めて人とカラオケ行った時に、こうやって持つ人ちょっと優しいかなと思いますもんね。そうですね、カラオケの日のそれと一緒に、こうやって持たれるとちょっとなんかどんな拳来るんやろうって思うけど、そういう優しさ、そういう優しさ、こうやって表現が全部入ってるんですね。入ってますね。やっぱその指一本もそうですけど、この方特徴なのが衣、着ている衣です。着ている衣がこの前の方にダーッと落ちてきてるの分かりますか？分かる分かる。動きもすごく出てますけど、えらい長いの着てますね。えらい長いの着てる。これがこの室町時代、南北や南北朝時代の特徴でして、はい、まあ、方位垂下と言われてて、たくさん着てるのが台座の下まで
垂れ下がってきているっていう、このたっぷり布を使った表現がこの時代の特徴なんです。私はその動きが大好き、この滝のように垂れ下がる衣が大好きなんですね。仏像いっぱい見てはる見ても、はい、身元さんの中で、はい、このスタイル割と好きな方で好きです。とってもおしゃれ。やっぱ衣があると音を動きを感じるじゃないですか。すごいわ、動きまでは感じましたけど、はい、音感じる、音感じましたもん。ロロロロロロロ、割と軽い音やね。まあ撫でていくとそういう音がね、はい、どんな感じでした、上から、はいはい、テラロロロロロロリン。ちょっと2回目の方がちょっとなんか欲を感じましたけど、終わった後正面入っていただいて、眼差しの真下に入って目線を合わせていただくと、あ、ハッとします。目線がやっぱ合う、合うんですよ。玉眼といって水晶の入った瞳をしているんですね。目の中の水晶が入ってほんまやキラッとする、細んだ瞳っていうのも、ほんまやキラキラしてはる。あー、ありがたいわ。はい、そしてですね、まあ、はい、もうちょっと特別にこちらまで入らせていただきます。周りにも、はい、いらっしゃるんですよ。はいはいはい、まずこちら見てください。なるほど、仏像が並んでいます。あら、ああ私も特別に入らせていただいて初めて見て、どこも抜かれてます。これはどういった？はい、これは戦隊地蔵といって、うん、さっき言ったここがもともと処刑場だったと、はいはい、その時に、うん、その処刑された人々の魂を弔うために、うん、でこちら、ね、今手前にいらっしゃる大きなお地蔵様、これが神平寺のご本尊であった神平地蔵でございます。あ、その建長寺が立つ前にあったって、はい、先ほど説明してくださった神平寺、はい、そうです。その時はこちらがご本尊です。そうなんです。この処刑されたという人たちもね、そのまま何もない土地だったら、はい、歴史上忘れ去られていくわけじゃないですか。だけどそこも救い上げて姿形をとどめて、今もこうやってね後世に伝わってくるっていうことは、もう本当にお寺の最たる形やなっていうのを感じますね。まだ行く、まだ行く、駅です。あと、ちょっと待って、めったにないこの横からのショットも来ますから、お地蔵さんも横からのショットも来ますから、ちょっと前傾に曲がってる姿勢がいいですね。今、まさに我々に喋りかけようとしてるようなんです。じゃあ、こちら並んでいると言って文化財とかになってるの。そうです、重要文化財。重要文化財、はい、やっぱ大事ですから。はい、こちらは臨済宗という宗派、中国で始まった仏教の臨済宗をこっちに持ってきてるの、はい、なので格好が中国人みたいな格好されてましたよね。官僚の、中国人の官僚の、確かに、いわゆるなんか歴史の教科書で出てくる中国のね、はい、昔の官僚っていうのはこういう、そうですね、されてますよ、ね、はい、っていうのが、まあ、ここはだから禅宗ならではですよね。ガランジンもいらっしゃいます。あ、そう、ぐるっと後ろ姿を見させていただきました。これはめったに拝むことのできない、この背中温かそうですね。平和的で穏やかな背中をされてます。ということでこちらも見てください。はい、ですね、蘭渓道隆さんは中国なんですね。中国のお坊さんなんですよ。はい、蘭渓道隆さんはこの建長寺を開いたお坊さんです。鎌倉時代に中国からやってきました。蘭渓道隆さんは全国に臨済宗を広め、大学禅寺という号を賜りました。そして建長寺は1000人もの修行僧がいる大寺院となり、鎌倉から禅の文化を全国に発信する拠点となったのです。やっぱ今にも喋り始めそうな。で、この方の右隣、はい、だるま大師。ドルマさんって転んでも起き上がってくるような、選挙の時に両目入れるあのだるまさん。選挙の時に両目を入れるだるまはだるま大師さんがモデルです。だるま大師さんというのはお釈迦様に始まる仏教の第28代目の祖代表でございまして、インドで、そして中国でかなり長い間修行に励みました。中国禅宗の初祖がだるま大師さんです。このだるま大師さんに始まるお弟子さんやその教えを受け継ぐお寺のことを禅宗、禅僧というんですね。
日本では臨済宗、曹洞宗、大漠宗が禅宗と言われていますが、これらはすべて達磨大師さんにつながるお寺であり、宗派であり、お坊さんたちということなんです。なるほど、他の宗派は達磨さんの弟子じゃない人たちの今はもう禅を組んだりとかするから、はい、そうじゃあ禅を組んでて禅宗かといったらそこも禅宗になってしまうけど、そういうくくりではなく、はい、達磨さんの直系の弟子かどうかっていうのが禅宗かどうかっていう。そうなんや。なので必ず禅宗のお寺、臨済宗だったり曹洞宗だったりの大きいお寺には達磨大師さんが必ず祀られている。修行されているお坊さんもみんな元をたどれば達磨大師の弟子。すごいやん。すごいですよ。ずっと繋がってる。200何十代目なんて繋がってるの。すごいな。教えてるのずっとこう達磨さんが大事にされて来てるってことは相当すごいと思う。相当すごいです。もうそう、糸をずっと垂らしてるみたいなことしてるみたいな。表現がいちいち見仏さんいいですね。いいご案内してくださったお坊さんが言ってます。いや、それ別に言わんでも忍者ソムリエ佐々木優太さんと鎌倉五山第1位の建長寺を巡る動画、これでおしまいです。建長寺様、佐々木優太さん、本当にありがとうございました。そして途中音が悪い中でも見てくださった皆さん、本当にありがとうございます。ぜひ皆さんも建長寺にお参りに行ってみてください。忍者ソムリエ佐々木優太のあやかりチャンネルにもコラボ動画載ってますので、ぜひ神社のことも知りに見に行ってくださいね。ナームー。